こんにちは深川保健相談所管理栄養士の古豪です本日は年長さんママパパ向けに小学校給食を楽しく迎えるコツということでお話しさせていただきます年長のお子さんはあと何ヶ月かで小学校に入学します小学校に入ると家とのルールではないところでお子さん自身が考え行動していく環境になります 給食の時間では、決められた時間の中で給食を準備し、食べ、片付けまでをお子さんが行うことになります。新しい環境でお子さんが安心して給食を食べられるよう、今何を準備すればよいか、そうしたら少しでも不安が取り除けるかのコツを二点お話ししたいと思います。一つは、給食に対応できるようになるには、 2つ目は小学校給食に向けての準備ということでお話ししたいと思いますでは年長さんの発達状況を確認していきましょうこの時期になると心の発達が著しくいろいろなことが自分の力でできることで自信を深めていく時期ですこれはできるやってみたいできなくって悔しかったなど 心の発達は著しく、周りの人の声がけでチャレンジし、達成感を得て自信を深めていく時期です。言葉,の言葉でのコミュニケーションも取れるようになり、えー記憶、また記憶力も発達し、これを食べたらこれをしようねといったような条件付けも理解できるようになります。また、この時期に入ってくると、 時計を見るという観念もついてくるので時計を見て行動をすることができるようになるので小学校に向けて、えー、時計を見ながら食事をするこれぐらいの時間までにはご飯を食べようねといった条件付けをすることが理解することができるようになります。体の発達ででは飛飛んだりりりり跳ねたたが自由にできます少し高いところからも飛び降りたり 走るなど活発に動けるようになってきます口周りですが乳歯は20本生えそろい奥歯での噛み合わせは安定してきますまた口周りの筋肉も発達してくるので今まで食べれなかったとか苦手だった肉や、えー、繊維のある野菜なども噛み合わせが安定してくるので だいぶ食べれるようになってきますまた永久歯の生え変わりも始まるのでその時の調理の仕方についいいては後でままたたお話ししたいと思います生活習慣では基本的なことは一通り自分でできるようになってくるので次はこれをやるよとかこれを次にやってからこれをやるよといったことも指示をすれば理解しできるようになっていきます。 こちらの表をご覧ください。小学校の給食の献立を挙げてあります。こちらは4月のある小学校の献立の方を載せています。ご覧いただくと給食では主食、主菜、副菜何品かと牛乳といったように定食形式になっていることが多くいろいろな食材が出ていることがよくわかります。 例えばゆで野菜でもからし醤油を使っていたりいんげん豆入りのゆで野菜などそれからししゃもの石垣揚げなど見たこともない食材が出てきているのではないでしょうかまた、えー、たけのこごはん、えー、石垣揚げとかミネストローネなど見たことのない料理 も出てくくることが多くなりますまた副菜が2品あったり主菜の中にもいろいろな野菜が入っており毎日野菜がたっぷり入っていることがよくわかります。 またこの1週間の中でも、えー、魚や豆類が必ず週1回は入っており良質なたんぱく質を意識して摂るように献立が組まれていることが分かります。小学校給食においては管理栄養士がついており小学校1年生に対応した栄養量や盛り付け量が意識されています。 ご覧になっていただいた献立の内容を踏まえ、給食に対応できるようにするためのポイントをお話ししていきます。給食では色々な食材が出てきます給食が初めて食べる。給食で初めて食べる食材は、お子さんも不安になり手が出せないことが多いと思います。今からお家でも色い々ろいろな食材に慣れていくことが良いでしょう。 また、給食では大量調理をされるので、煮物や肉、えー、崩れなどがしないように、基本的には大きさが大きめに切られていることが多いです。大きめのものを自分で噛み取り、えー、自分の口の中で、えー、一口大がどれぐらいなのかを知っておく必要もあるかと思います。また、味の混ざったこんだても取り入れていくといいでしょう。 大量調理でいろいろな食材のうまみが入ったおいしい給食が出てくるのですが初めての調味料や初めての味もあるかと思いますこれからは大人の人と同じようにいろいろな献立を取り入れていくといいと思いますそれから、えー、粘りや弾性のあるものを積極的に練習していきましょう、えー、給食では練り物だったり イカやエビなど今まで割と食べてこなかった食材も出てくることが頻繁にありますそういったものに慣れていないと自分で噛みつぶせなかったりして食べるのが不安になってしまうお子さんもいるかと思います今からいろいろな、えー、感触のある食べ物も積極的に、えー、食事に取り入れてってみてください それから一り料理ではなく、えー、これからは給食のように主食、主菜、副菜というようにお皿が3つあるような、えー、定食形式にしていくのも慣れていくと良いと思います。また子供の噛む力に合わせた切り方や下ごしらえ方法を工夫してください。えー、お子さんによっては噛む力が弱かったり、 えー、一口を噛み切るのがまだ慣れていないいなお子さんがいることもありますますた、えー、一口でいっぱい口に入れてしまうなどのお子さんもいるかと思いますのでそういうお子さんにはあの柔らかく茹でたもの炒めたものなどをまず一口噛み切らせていただいてそれを口の中で噛んでみるっていう練習も必要かと思いますそれからえー、っと 小学校の給食の時間は、最初1年生は長めには設定しているということですが、短い時間で決められた時間の中で食べなければいけません。最初はそれにびっくりしてしまうことが多いようです。お家でも食べる時間をえ決め、集中できる環境を整えて食べる練習をしてみましょう。テレビを消す。 おもちゃを片付ける必ずこの時間は椅子に座って食べる食べ,終わ食べ始め食べ終わりは挨拶をするといったように食事の時間と遊びの時間の区切りをはっきりとし大人と一緒に食べるということを練習しておくと良いでしょう。次はは調理の工夫ですご飯は大人と同じ 普通にに炊いいたご飯で、もうう食べれるようになってきてきます。おかずに関しては大人の人の味を薄くして家族みんなで同じ薄味のおかずを作れば一緒に食べることもできますそれから年長さんぐらいになるとペタペタとかドロドロというものよりもサクッとした感触やシャキシャキ カリッとした感触が好きになってくるのでそういった、えー、噛み応えのある感触に仕上げてあげるのもいいと思いますそれから食材そのものの味を生かしたシンプルな調理法にしますまだ、えー、年長さんになったといってもいろいろな複雑な味の、えー、見分けはまだつ,つ,つかない 時期なのであまり複雑な味なものだと味覚が慣れておらず食べれないということもありますのでまだまだシンプルな味付けでいいと思います。え子どもの噛む力に合わせて切り方や下ごしらえ方法を工夫するといいと思います。え年長さんぐらいの時期は歯の生え変わりの時期と重なっているので。 えー、歯が抜けているとか、歯がグラグラしているときは、やはり食べれない食材というのがあります。なので、えー、この時期は特に、えー、切り方や、えー、下ごしらえ方法を工夫していっていただけると、お子さんも食べやすいと思います。それから、いろいろな食感の調理法を取り入れてください。 例えば豚肉と野菜の炒め物のように、えー、豚肉の食感と野菜のパリパリパンが合わせてあるような、えー、料理や、えー、きゅうりと大豆のサラダのように、えー、カリカリしたものとある程度、えー、噛まないと、えー、食材がバラバラにならないようなものなどのこういったサラダも取り入れていくといいでしょう。 そして、えー、前に食べられなかった食材はどうして食べられなかったのかなと言って原因を聞いてみてそれを取り除いてみたら食べれたということも、えー、お子さんは成長が早いのでありますのでまず原因を聞いてみてそれを改善してまた違う調理法で試してみるといいでしょう。 前に食べられなかったものの原因を聞いてというお話をしましたが子どもは前まで食べていたのに急に食べなくなったというものがあるという話をよく聞きますがそれが食べることを強制されたとか嫌な思いの中で食べたというものは苦手になりがちです。 歯が生え変わりの時期は歯が抜けていた場所やグラグラしているところに食べ物が当たり痛かったなど嫌な状況がその食品を苦手にしてしまうことがあります。仕上げ歯磨きをした時にお子さんの口の中を確認しグラグラしている状況があるなどがあった場合は肉類などではスライス にしたもので差しが入って柔らかいものを選んであげるとか唐揚げなどではそぎ切りといって繊維を切るように薄く切る切り方を使ってみたり、えー、肉団子は大きいままではなく半分に切っておいて厚みを減らすなど、えー、調理法で工夫してあげると食べやすくなります。次に声がけの工夫です5歳さんは 記憶力も発達しているのでこれを食べたら遊ぼうねといった条件付けも理解できるようになってきています。やみくもに早く食べなさいというよりもこれをしたらこれをしようねといったように先の見通しを話してあげることによって食べる意思が高まってくることもあります。それから、 少しでも食べられたらまず褒めましょう。全部食べることを目標にするのではなく最初はちょっとでも口の端に入った偶然にでも入っただけでも構いませんので食べれたらまず褒めるそして今ね何とかが入っていたんだよすごいね食べられたねと教えてあげるといったようにまず今できたことを教え 褒めてあげるということを意識していきましょうそれから前向きな声がけをしていけるといいですねよく否定的な言葉でこれ嫌なのとかこれ嫌いなのとかなんで食べないのといったことを大人は言いがちですがそういった否定的なことを言わないで前向きな声がけを食べさせる人も目指しましょう なんか一緒に食べると美味しいねとか苦いけどよく噛むと甘いよといったように否定的なことではなく前向きな言葉で食事時間を過ごすようにしましょうそれからこれポイントですが次から次へと声をかけない私も、えー、自分の子供についやりがちなんですが大人はとかく これやったら次これというようよに、次々と声をかけたりとか「あれやれこれやれ」といったことを言いがちですが年長さんはももう自分の意思も結構ありま,すまず待って待つ時間を大切にして食べれたらそれができたら「できたんだねすごいね」と声がけをしてあげるようなことを意識していきましょう。 ここまで調理法や切り方についてお話ししましたが今までそんなことやってるよと大思いの方いらっしゃるかと思いますこんな悩みどうしたら改善できるでしょうか大人は食べるまでの工程は食べない一口まず食べてみる本格的に食べるといった割と3工程ぐらいの段階で食べれるようになっていますが 子供はまだそこまで行っておらず食べるまでの工程は知らないまずその食べ物を知るその次に興味を持つ触ってみる恐る恐る口に入れるといったように何段段階階を経ななないいいと食べれないようにな、えー、発達段階に今います。知らないから不安を感じて口をつけることができないということも多くあります。 まずお子さんの心体の発達を分析し理由を知った上でそれぞれに適切な対応をするのが変色の改善につながります。噛まない丸飲み口に入れすぎといった場合はお子さんの口の中はまだ噛む力が弱くしたり舌で食べるものを集める力 頬の力が弱いことがありますまた、食具がうまく使えていなかったり一口量が獲得できていない永久歯が生え始めており痛いと感じるなどといった状況があるかもしれませんそういった場合は食形態が合っていないことが多いのでまずは前にお話しした調理の工夫を参照し調理法を変えてみてはどうでしょうか また、決まった野菜や食材しか食べないといったお子さんもいるかと思います。でも、その時はお子さんはその食材食べれなかったかもしれませんが、もしかして今は食べれるかもしれません。調理法を変えたり、お手伝いなどでその食品に触れてみたり、興味を持ってみることで、 興味を持って食べれたりすすることもできますし、周りの人がおいしいと言って楽しそうに食べることで食べてみようかなと興味を持つかもしれません。それから食べる量が小食のお子さんもいるかと思います。その場合はまず早起き朝ごはんを食べる排便をするしっかり遊んでまた昼ごはんを食べる遊んで 夜ご飯を食べるお風呂に入る早寝の生活リズムを休みの日でも同じようにしてみてしっかりお腹を空かせてみましょう食べる量が少ない場合でももしかして間食を食べている場合もよくありますその場合は間食はまず控えていただき、えー、しっかり食感をあけ体を動かすことによってお腹を空かせて 食事の時にしっかり食べる習慣をつけてみるといいかと思いますそれから菓子を食べたがりご飯を食べないといったお,ななお,お悩みをよく聞くことがありますその場合はしばらく大人の人の分も含め菓子類は買わず間食は食事に変わるものを用意してあげましょう用意しても食べない場合もあるかと思います その場合はしっかり「じゃあごちそうさまだね」「お腹いっぱいだね」と言って挨拶をしてしっかり、えー、菓子類や感触、えー、も片付けて、えー、その次の食事まではしっかり時間を空けてみるようにしてくださいその場合お腹が空いてくる様子が見えたら早めの食事にしてあげることで菓子を出さずに食事を食べるといった習慣を続けていってみてください いろいろな苦手のあることがあるかと思います。苦手の克服のポイントをお話ししていきたいと思います。一口でも口に入れられたらそれが褒めチャンスです。すかさず褒めてあげましょう。先ほども申し上げましたが、前向きな声がけで楽しく食べる時間に食事をしてあげましょう。苦手なものもあるかと思いますが、 淡々と食卓に出ししてあげましょう。ここでポイントですが出したからといって食べるとは限りませんが出ていてお腹が空いていればもしかして食べることもあるかもしれません苦手でもどうせ食べないよねではなくえ大人の人と同じように食卓に出すようにしてください。ここはとても重要です。 食事は家族で同じものを安心できる。安心できる空間で食べましょう。食事の空間がピリピリしているものだと、食事は美味しくありません。楽しいね。美味しいね。みんなでいると楽しいね。というようなことを心がけ、言葉に出して、そのそれを食事の習慣にしていただけるといいかと思います。 同じものを食べる場合もお子さんはまだ体が小さいので刺激物や、えー、味の濃いものは避けてください。食事は楽ししいとと、えー、興味をを持ててることを取り入れてみましょう。例えばおやつを一緒に作ってみるとか買い物に一緒に行ってこれなんだろうねこれってこういうものだよとかこの季節にはこれが美味しいんだよとか。 これなんだろう食べてみようか買ってみようかっていうような会話をしながら買い物するのもいいと思います。それから食事作りのお手伝いをしてみるのもいいと思います。いきなり食事の作り方を教えるのではなく、野菜をこれ洗ってみてくれるとか、お手伝いしてくれるっていうのを言ってみると年長さんは興味を持って食べ物に触れることができるかと思います。あと、家で、 えー、作物ができるのであればベランダでも構いませんし、えー、ちょっとした葉っぱを育てるでもいいと思いますがそれで食べ物に興味を持ってもらうのもいいと思います次に小学校の給食に向けての遊びを含めての実践給食ごっこのことをお話ししていきたいと思います、えー、給食 というのは今まで、えー、幼稚園に通っていらっしゃったお子さんはお弁当から給食にといきなり小学校に入って給食始まったらできなくて食べれなくて落ち込んだ学校に行きたくないなどといったきっかけになら,な,らないように給食に慣れておくといいかと思います。 まずは大人の人がやり方を教えてからチャレンジしていきましょう。まずは手を洗ってアルコール消毒。こちらは 今こういったご時世で手を洗うことアルコール消毒をすることずいぶん慣れたかと思いますが食事を食べる前にはしっかり手を洗うということそれからしっかりアルコールで消毒をしてから食べ始めるそれから準備をするというのを今一度やってみましょうそれからこれは気分が上がりますエプロンや三角巾をつけて気分を盛り上げよう。 こうすることによって今から食事を盛り付けるよ食べるよといったスイッチになるのでエプロンをつけたり三角形をつけたりしてみるのはとてもいいきっかけになります。それから3できるお手伝いをしてみよう。いきなり何かを盛り付けるというよりはまずお箸やスプーンなどの食具を家族の席 の席の前に並べるとか小皿や茶碗を重ねて持ってテーブルに持っていくっていうこともいいかと思います小学校では給食の時に陶器の茶碗やお皿を運びますそれを重ねて持ってテーブルに行く間に1年生さんはよく落として割ってしまうことが多いそうです まずは小皿などこう重ねて食器を持つという習慣をに慣れておくといいと思うのでこういったこともいいかと思います。でえ今は、えー、大人の人がご飯をよそったり汁物を、えー、お椀によそったりすることがほとんどかと思いますがこれからはご飯や茶碗にご飯を汁椀には汁をよそう。 とといったことも、えー、小さいお玉やしゃもじで試していくといいでしょう。それから、えー、大皿からおかずを取り分ける。とかく、えー、コロナ禍においては、えー、小皿にとかお皿に個人で持っていくことが多かったと思いますが小学校に入ると 食缶という大きな、えー、入れ物からおかずを取り分けたりサラダを取り分けたりといったことが多くなりますまずは、えー、大きめお家にある大きめのお皿におかずをまとめて入れていただきそこから、えー、お箸やスプーンで取り分けるというのの練習をしてみると良いでしょうそれから 小学校ではトレインに乗せて自分の席まで運んでいきます。よそったものをトレインに乗せて運んでみるということも練習しておくと良いでしょう。それから小学校の給食は時間が決ままっていますこれからは時間を決めて時間内に食べ終わるように練習していくといいでしょう。 それから最後になりますが食食べ終わったら食器をを流しに自分で運ぶととといいいうことを習慣づけていくと思います。ついねあの今は大人の人が片づけてしまったり忘れてしまっていること多いかと思いますがこれからは必ず自分がしたこと食べ終わったら食器を流しに運ぶといったことを習慣づけていけると良いかと思います。 ここまで、えー、小学校に向けて食事のポイントについて2点お話ししてきましたがお子さんはまだまだ個人差があります自分のお子さんがどこまで発達しているのかの確認をまずしてみましょうお子さんのできること苦手なことはひとまとめに考えがちですがここはできるけどここはできないよねというところがあると思います 分解してここがまではできるからここのところはできるようにこういうふうに調理を変えてみようというようにやり方を分解して考えてみてください。小学校入学までにどんなことができるようになりたいかをお子さんとも共有し「こんなことできるようになるとかっこいいよね」といった会話をしながら「じゃあこれやってみようか」「ママと一緒にやってみる?」 というようにえ不安が取り除けるように声がけをしながら進めていってあげてください無理事はやめていきましょうでも何回か練習して少しでも食べられたら褒めるということの繰り返しをしてください1回やってみてもダメかもしれないけどももしかして次の週に2、3回声がけをしてみたり一緒にやってみたらできた ととといいいうこともあるかと思いますその時はすかさず褒めてください食事を作る人は無理はしなくていいですが試してみる気持ちは諦めないでくださいもうどうせやらないよねどうせ無理だよねと思ってしまってやらなければその先は進めないと思いますまた時間を変えたりしばらく時間を空けてみて 試してみる気持ちは諦めないようにしてみるといいと思います人の体は食べたものからしか作られません成長は一日にしてならずです今がお子さんの食生活だけでなく、えー、家族の食習慣を見直すチャンスですぜひ今日から実践して小学校入学を楽しく迎えられるといいですね これからの時期、小学校に入るとお子さんは今までと違って手を離れていきます。小学校入学までの時間が自分の思いを伝えたりお子さんと一緒にできる短い期間に入ってきます。ぜひ楽しみながら小学校入学を迎えてくださいね。これでお話の方を終わります。ありがとうございました。